デデデデビ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 ゲッ。デデ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 ビゲッ。はい、やっていきましょう。刹那圭介です。デビゲッ。さて、無敵モンスターを倒した後か、後で。さて、こっちのドアに行きます。HP がやばい。ちょっと回復したいけど、ちょっと先進もう、先。なんとなく先進もう。なんか、何あれ？え？何これ？割れたガラスに動きめく。黒い液が張り付いている。あかんやつや。あかんやつ。何これ？チョコレートの海みたいになってる。いや、好きな人にとってはたまらんかもしれんけど。足遅うなってる。さっきのジェルは、ベトベトはこれから作りよったんか？何今の？え、なんか通ってますって。なんか通ってます。なんか出てきた。何これ？あー！何今のテロップ？あー！訳も分からずやられた。訳も分からずやれましたよ。何これ？もうお化けの仕業みたいになっとるでないか。坊や、お化けの仕業、やってもうた。忘っとった、これのこと忘っとった。これのこと忘っとったわい。ごめんな、サトシ君、ネバネバ嫌いなのにね。お化けの仕業だからこの館には来ちゃダメよみたいな感覚です。何あれ？いや、こっちちゃうし。動きにくい。先に進みにくいって、あやさんぞ、この、ベトベトのせいで。ではこっち。さて、どうすればいい？もう強行突破でもう当たらんように進んでいくしかないんかな、これは。スルー。あ、スルーしたら簡単に生きるわ。簡単に進めたわ。簡単じゃねえか。チョビリグ、チョビリグ、セーブ。え、ちょっと、あっ、ちょっと待って、セーブ型の敵とかおるん。なんなん、なんなん、こいつ。めっちゃ動いてきてる。紛らわしいわ、ボケ。紛らわしいっちゅうんで、ボケや。何、種類としては何になるんだよ、これは。亀か。紛らわしい。やったら1000ポイントじゃって思っ。これはちょっと、ダメやろ。あ、セーブだった。セーブだったわ。ちゃんとセーブだった。まあ、紛らわしいな、お前。お前、紛らわしいな。こんなに近くに二つもあることないやろ。こいつは偽物じゃ。なんか先制攻撃来るわたわ。なんか知らんけど先制攻撃来るわたわ。なんて敵やねん、これは。セーブポインターとでも呼んでろんか。さて、セーブしたけど、上に行く前に左行ってみようじゃない。これはな、これ誰か。よな。このジェル状のとこから来る、来たらこうなりますよみたいな。こっちなんかあるん？別に移動がなんか遅いだけなんかな。だけっぽいね、これ。そうか、時間はかかるけど安全な方か、まあ、すんなり行けるけど危険な方かだったんだな。正直、右はさ、スルーしていったら普通に取れたけどね。あー、セーブポインター近づいてきてる。セーブポインター、もういいよお前は。本物と偽物くっついてる。何あれ、チンジです。なんこれ、あ、イベントだ。やくずば、なんだい、グロン貴族かい。え、人の声、誰かおるんやな。はい。おー。はい。おーってちょっとさ、意気込みを入れるための言葉なのにさ、めちゃくちゃ弱そうに、めちゃくちゃ死にそうな声出してる。ほんとだ。そこのドアの向こうから聞こえるな。もしかしたら他のプレイヤーかもしれない。やったね。これで元の世界に帰れる確率が上がるぞ。早く行こう、お兄ちゃんたち。もうだ、急ぐな。てか、足軽さん置いてくな。そして俺も行く。わあ、え、めっちゃおるで。え、ちょっと、
人の声とは言うたけど、ちょっとめっちゃおるぞ。おいおいおい、サトシ君、どうしたんですか？アシカルさん、他のプレイヤーは？それが少し様子がおかしいんだ。パッと見でおかしくはないんですけど、どうかしたんだろうかな。様子がおかしい。なんだい？え、ちょっとプレイヤー同士で何、プレイヤーがプレイヤーをこうして何か、何しゃんよん。どうしてプレイヤーがプレイヤーを。ちょっと待ってくれ、俺何かしたか。なんかすごい短髪の男の子がいます。あんたの言う通り動いててないか。アイテムだってちゃんと渡した。え、この声知っとるん？サトシ君知り合いかい？え、クラスメイト？まさかのクラスメイトや。てかサトシ君、一人ぼっちでおるじゃないか、お前。携帯いじってるよ。もう典型的なぼっちじゃないか、君。その相手の男の子はまだ川屋についていこうと必死になってるよ。あいつ、同じクラスの山田？山田？あのお兄ちゃん、あの人、お兄ちゃんの知り合いなの？どうして攻撃されてるの？さっきの攻撃で HP ほとんどないよ。あの人、このままだと。く、何考えてるんだ、あのプレイヤー。それに迷いのプレイヤーたちもなんで止めないんだ。武器やアイテムを俺様のとこに持ってくるのは当たり前なんだよ。おいおい、どうして攻撃されてるか分かってないみたいだな。教えてやろうか。俺様がお前のことは気に入らねえからだよ。気に入ら？ここでは俺様が、俺様がうざいと思ったらそいつはここから消すんだよ。あいつ本気か？このままだと山田が死ぬ。でもあんな攻撃力の高い武器に対抗できるのか？てかどこで拾ったんや、どこでその武器拾ったんや。俺にも教えてくれ、その拾った場所。くそー、いけー、あー、助けない、ダメだ。あーなって、高レベルのやつに勝てるわけが。ごめん山田、バイバイ山田、バイバイ。サトシ、山田電機。山田、プレイヤーがプレイヤーを殺、ひどいよ。どうして、誰かいるのか。うえ、ダメだ、挟まれた、挟まれた。見たことないプレイヤーがいます。見たことがないプレイヤー、お前ら表へ出ろ。ひー、ちょうどアイテム運んでくれるやつが減って困ってたんだよな。お前ら頼むわ。お前めっちゃ顔ごっつい人が喋りかけてきます。隊長、どうして僕たちは荷物運びにされたんだ。勝手にね。何この心臓の音。アシカルさん、桃田、何この状況。さっき、あー、だいぶ前のやつや、だいぶ前のやつや。目の前のあるアイテム早く取ってきてくれよ。すぐあそこにあるだろ、頑張れよ。ほら、何言ってんの、何言ってんの。あいつ無敵のやつやし、桃田とハシカルさん、く、ハシカルさん、桃田、いやー、おわー、やめて、逃げろ逃げろ。うわー、ひゃー、このでっかい目にも見たことある、この映像見たことあるぞ。プレイヤーサトシ、プレイヤーアシガル、プレイヤーモーター、お疲れ様でした。魂のなくなった彼らはもう必要ないでしょ。変異させて今後のゲームオブジェクトとして使用させていただきますね。少し変異には時間がかかりますが、亡くなったプレイヤーたちのおかげでゲームダンジョンをより深く広げていくことができる。プレイヤーたちも形は違えど再びゲームに参加できるんです。本望でしょ。何が本望じゃー、魂を奪っていくんじゃんバカ野郎。エンドフォー、サトシたちはゲームのオブジェクトになった。死んだ人間のバスローってこんなんなんか。
このゲームで死んだ人間でこんな展開を迎えるんか。嫌だよ、僕はゲームオーバー。やっぱ人助けって大事ですね。カットします。うわー、助けないとか言うた前世の俺、消えろー。アシカルさん、すまない。モーダを少しの間頼む。イエーイ。うわー、サトシオーバークラッシャーブレイク。サトシくん、お兄ちゃん、ベシコーン。どうなったん？助けれた。 HP1 になりながらもかばった。カスタだけで HP ほとんど持ってかれた。山田、大丈夫か？く、さあサトシ、お前もこのゲームに、いやそれよりもお前まで鬼畜王に目をつけられ、鬼畜王鬼畜王に俺はなるみたいな感じですよ。何ですか鬼畜王って。目の前で人が殺されそうになってるのにほっとけるか。これ以上人が死ぬのは見たくないんだよ。お前サトシ君かっこいい。前世で助けないとか言ってたのが嘘みたいですよ。改心したね。あのプレイヤーやっぱり本気で殺す気だった。あ、お前誰だ。俺様の楽しみを邪魔しやがって。何が楽しみだ。あんた分かってんのか。このゲームは HP がゼロになったら死ぬんだぞ。ああ、そんなことを分かってんだよ。だからプレイヤーどもは俺様の言うことを聞くんだよ。ここじゃ俺様に誰も逆らえねえ。ランキング1位の俺様を誰も無視できねえ。現実世界で偉そうにしてる奴らだってここじゃ俺様には絶対勝てねえ。誰も俺様みたいに命削って課金しまくってる奴もいねえだろうしねえ。お前めっちゃ課金してんの？だからそんな武器持っとったんじゃ。ずるいぞお前。俺にも分けろ。ていうか俺と、ていうかさ、俺とこいつが話してる間にさ、後ろのさ、鎧着とるやつさ、後ろから刺したら勝てそうちゃん。勝てんちゃん。みんなでさ、後ろにおる。鎧だけじゃなくてもいいよ。後ろにおる4人がさ、忍び寄って後ろからブスーって刺したら勝てるんちゃん。もう革命起こそうぜ、お前ら。今がチャンスだぞ。ダメだ。こいつに何言っても通じない。本当に最高だよ、このゲーム。あー、何来てんの。高評価ありがとうございます、鬼畜王様。名前が鬼畜王なんで、これ。自分で鬼畜ってことを自覚しとるよ、この人。面白いな。ちょっとこういうゲスのプレイヤーがおったら、ちょっと物語は面白くなるな。そう考える俺も鬼畜なのかもしれませんけどね。早速ですが、言いましたか、今しがた、このゲーム内で一番強い武器が発売されたんですが。ゲーム内で最強。いいね、それ買ってやるよ。その武器、俺様の邪魔をするこいつらで試してやるよ。え、ご購入ありがとうございます。こいつ、いかほど金持っとんじゃ。めっちゃかっこいいな。めっちゃ金ピカしてるな、おい。え、なにそれ、竜の腕みたいになってる。腕が竜みたいになってますけど、ちょっとやめてくださいよ。それ暴力とかダメですよ。話し合いで解決しましょうよ。まずい。いや、まだ逃げるぞ。何やってんだお前ら。さっさと穴やプレイヤーを捕まえろ。集団で追いかけてくるのがダメ。山田走れ。わあ、山田振り返ってんじゃない。サトシも待て、止まれ。めっちゃ来てる。何か踏んだ。逃げても意味ないんだぞ。おとなしく捕まれ。サトシ追いつかれるぞ。ちょっと待って、サトシ追いつかれるぞって。なんだ、隣のやつが言うならわかるけど、サトシ自身がサトシ追いつかれるぞってなんだお前。どうした、ちょっとサトシくん、ちょっと追い詰められすぎてさ、独り言喋ってるぞ。悲しい人間になってるぞお前。わあ、床が、わあ。でもそのおかげで助かったか。そう、どこへ引きやがった。分かれて探すぞ。早いさベイベー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 。ふざけやがって、あの野郎ぶっ殺してやる。こ
この男のおかげで課金率も上がり、ゲームも盛り上がりますね。くそ、運営のやつらめ、人間の作業を利用しやがって。いい手だけどさ。桃田、ここを離れよう。あのプレイヤーたちに見つかるとひどいことになりそうだ。うん、やった、この二人をバレずに済んだよ。お兄ちゃんたち大丈夫かな。きっと大丈夫さ。他の道を探してサトシ君たちと合流を目指そう。そして彼ら二人を見る者は、見た者はこれ以降一人もいなかったという。勝手にゲームオーバーみたいにさせた。おっちからはうまく逃げれたけど、変な仕掛けに引っかかったみたいだな。山田、大丈夫か？ああ、助けてくれてありがとう、サトシ。まさか、このゲームにお前がいるなんてな。まあ、さすが、携帯ゲーム好きって、笑えねえな。本当だよな。でもって、鬼畜王にも殺されかけるっていう。鬼畜王、あのプレイヤーか。あいつ、課金することに何のためらいもなかった。寿命を削られる課金なんて、普通のプレイヤーをためらう。鬼畜王はそれを利用して他のプレイヤーが抵抗できないほどの強い武器を使ってプレイヤーたちを支配しているんだ。今まで何人もあいつに殺されたよ。課金上等とかいう恐ろしい番長がおるんやな。ふざけやがって、こんなゲームを利用して人を殺してるなんて。あいつを止めたいところだけど、俺には奴が持っていた武器に対抗できるほど課金できる寿命がない。そうなん？あいつ、その寿命ってどっから来るん？現実世界の寿命だったらお前の方が年低いし、まだ寿命長いんちゃうかなって思うんやけど、そうでもない。そういう話じゃない。サトシ、クソ、仕方ない。早く足軽さんとモーターと合流して、4人で脱出を目指すしかないな。サトシ、仲間がいるのか？心強いな。ああ。でも、今ははぐれてる。早く合流を目指そう。足軽さん、桃田、大丈夫だろうか。で、セーブできてと。はい、というわけで今回はこの辺で新キャラクター山田が登場したぞ。さて、次の展開から、ちょっとこのゲームの内容がどんどんソードアートオンラインで見たことあるようなレッドプレイヤーが出てくるという始末になってきました。彼も鬼畜王もまたゲームに見せられた一人です。ゲームの状況を利用して自分がトップに立とうという、そういう人間が現れてきましたよ、と思うと。さて、次回から期待です。というわけで、仕上げ。ふぅ、やっとが変わった。